リオハー、ヒイラギリオです。今日は仮想通貨生活10月31日、40日目、もうねテロップ明日の分に変えちゃったんですけど、日付変わって今4時52分だから変えちゃったんですけど、今日10月31日ということで今日の日記です。ででん、はい、10月31日、水曜日、料理中も気は抜けないイナゴの音で急落に乗っかったよ、理覚すごく躍動感あふれるねイラストになりましたが、もう本当になんだろうね、すっ飛んで理覚できました。やったね、無事2万5000円の利益を出しまして、今ね売りでねさっき入ったんですけど、またちょっと上がってきちゃってて、やれやれって感じですね。まあ、今379円のマイナスなので、損切りして寝てもいいかなって感じ。まあでもこれからちょっとお風呂入ろうかな、どうしようかな。もう時間がね、4時なんですよね。4時だから。シャワー浴びる？どうする？ずいぶん上がるな。いや5時です、もう5時だね、5時だね。もうこっからね、もう歯磨きしてる間にまあもうちょっと下がってから損切りしようかな。まあ、上がってしまうようだったらすぐ損切りしようかな、どうしようかなって感じ。こんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。また明日お会いしましょう。グッバイ。